はい、ビッグバンは自販機で買いました。可愛らしいパッケージですね。はい、チーズなので、まあ、チーズに、まあ、赤いスタンプ入ってますけども、ちなみに照り焼きの方は青いスタンプで照り焼きとうっすらと書いてあります。じゃあチーズバーガーいただきます。結構硬いです。パンが昔はこれあのパンにあの米粉とか使ってるのかなと思って歯応えが、ね、そしたらまあ一応小麦粉って書いてあるんで、これはまあ強力粉とかそういう小麦粉なんじゃないですか。結構歯応えだからこれ電子レンジで温まった状態が出てくるわけで、これを持ち帰って電子レンジ再加熱するととてもじゃないけど硬すぎて食べられないんで、だからこれはこのままこの場で、まあ、味わうのかなっていうのを期待したりするとちょっと、うん、味わいが損なわれる。ごちそうさまでした。現在ね、ここでしかビッグバーガーは、買えません。秋田県立スケート場にも、ビッグバーガーの自販機ありますけども、スケートシーズンじゃないと、入れないので、実質ここが唯一のビッグバーガー食べれる場所になります。ごちそうさまでした。秋田の土崎港に寝台特急あけぼので使用されていた寝台車が保管されているので、ちょっと立ち寄ってみよう。アフリカのコンゴ民主共和国に譲渡される予定だった車両が輸出中止となり、そのまま放置されているようだ。全部で27両あるらしい。はい、土崎港に来てます。JR 東日本の、車両24系客車とかがね、寝台車ですね。結構な数ですね。ここに、保管されてます。これ海外に輸出される予定だったのが中止になって、もう数年この状態で、保管されているようです。保管というかもうほとんど放置に近い状態ですね。これもまだね、そんなに車体の損傷とかは激しくないですけど、まあ、こうやって見ると屋根とかはね、錆ができたりとか、まあ経年変化はかなり見られます。東日本でね、廃車になった車両なんで、古いのはしょうがないんですけども、このままね活用されずに残ってるのはなんかもったいないような気がしますね。どっか欲しがる鉄道会社とか、まあ、ありそうなもんですけど、まあ、寝台車だからちょっとその辺がね普通に使うにも、なかなか難しいのかもしれませんね。まあ、これはもう JR 東日本のものでもなく海外に譲渡される予定だったものなので、まあ、このまま放置されているという、JR がどこかに売るということもできないという、まあ、微妙な状態にあるようですね。はい、土崎港の、寝台車の、放置場所でした。道路沿いに大きなナマハゲ像が立っている。男鹿半島はナマハゲが有名だ。国道101号を男鹿市へ向かっていく。男鹿駅を過ぎたあたりの港にうどんそば自販機が稼働している場所がある。秋田県男鹿市の男鹿水産やってまいりました。うどんとそばの自販稼働します。今日は天ぷらそばいただきたいと思います。はい、七味はぶら下がってます。
はい、日誌管も正常に作動してますね。はい、優しい湯切りの音がしてます。カピカピになってる。そばが。カップのそばのそばみたい。はい、これが小笠井さんの。昭和スポットでしょ。はい。こんにちは。本買いました。ああ、ありがとうございます。すいません、撮影中。いやいや、全然。知ってる方の方が、逆に、堂々と撮れるんで。いつもこそこそ撮ってる。ありがとうございます。どちらからいらしたんですか？青森市内です。青森ですか。雲沢旅館。ああ、今日雲沢旅館泊まろうと思ったんですけど、空きがないみたいで、連休明けだから空いてるかなと思ったんですけど、まあ、これからそこも行きます、ね。さっき2年ぶりって言ってましたけど、ここ結構来るんですよ。ドライブになっちゃう。青森も全然なくなっちゃう。そうですね。ルクワールドもまだ故障したままで、はい、旭海岸がなくなっちゃったんで、あそこも2回ぐらい行きましたけど、独特な味で美味しかったんですけどね。健康ランドにもあったの。それはどこなんですか。市内のスーパー銭湯みたいな。震災の船がなくなった。ああ、そうなんだ。震災の日には温泉の缶とかが壊れちゃって、温泉自体が1回中止になっちゃった、出ましたね、うん、あまりありますか。そういえばあったな、昔でも、うん、いや貴重な情報ありがとうございます。多分あんま知られてないと思う、うん、その震災までっていうことは、結構自分も2011年ぐらいから、ま、回り始めたんで、それで聞いたことないの通り2台あったんだけど、もっと撤去した。あそこですか。なんで、なんで空港の空港の裏の通り。サンフラワーとかじゃなくて。じゃない。そこともまた別の。それはいつ頃まであったんですか。3年ぐらい前。まあ廃自販機だった。廃自販機だ。これではないんだな。もう一つ川崎駅です、ね。この方、この方ではない。うん、川鉄の方です。2台や。実は相模原の中古タイヤ市場のハンバーガー自販機とトーストサンド自販機が、うん、5年ぐらい前までに東北のゲームセンターで稼働してたと。だからそれ全然情報がないんで、だから自分が知らないところで5年前までまだ動いてたんだなって思うと、すごい話だな。秋田とかはね、やっぱ秋田一番まだ販売機自体も売ってるのが多いし、意外と知られてない場所で稼働しててひっそりとなくなってるところとかがあったんじゃないかな。結構違って、でも青森のハンバーガー自販機2012年ぐらいまでは、うん、僕も何か所か行ったんですけど、桜川市、プールスの市民
アステルドンだし、プラネタリウムにもあって、結構あった。あの体育館行ったら、僕が行った時のちょっと前に撤去されちゃってるみたいな。それが多分2012年くらい。オークションに出ましたね、ヤフーで。ヤフーで販売機でした。ありましたね。2台セットで出る。あれが誰が引き取ったのかが全然謎なんですよ。どっかで稼働してるのか、誰かが持ってるだけなのか。結構な真剣な話ね。自販機食堂やりてえな。思ってる人は多いでしょうね。中古タイヤ市場での最初のうどんそば自販機もヤフオクで90万でね、落札されたもので、群馬あたりの、まあ、リビット屋さんが、まあ、再生品を設置するときも大体30万ぐらいらしいんですよ。90万って3台分じゃないですか。まあ、それでもやっぱりね、品物があって値段がつくってなると欲しがる人がそれだけね、高値にしちゃうっていう。中古タイヤ市場も自販機業者とかをいろいろ当たって、壊れてて使えないんだけどっていうのを引き取って、もう鉄くず同然で引き取って、あそこのオーナーが全部自販機屋さんじゃないですよ、車屋さんなんで。まあでも機械とかは得意じゃないですか。いろいろ試行錯誤して部品自分で買いに行きながら直して使ってみたりする。今一応動画回ってるんで、なんかお話しした内容とかが YouTube に入るかもしれない。また東北ちょっと回ってるんですか。今は本州一周してます。で、5日目なんですけど、ここから青森まで行って、ずっと西日本、山口県まで回って、また東京帰ろうかな。20日間ぐらいかかります。コーヒーの自販機あってな、御所川。御所川はコーヒーの自販機ですか。もう動いてないから、地下通りのところに。だって、あの旅館の外にあった。それカップのコーヒーのやつですか。自動、あの缶のカップ。カップ。その通りによくよく気をつけてみる。あった。ごちそうさまでした。はい、YouTube の視聴者さん、そして、まあ、本を買ってくださったという方がね、まあ、いらっしゃいまして、お話しながら、小笠井さんのそばをいただきました。ね、周りは港という雰囲気でね、船なんかも止まってますけども、環境は最高ですね。でこれからね、雲沢観光ドライブインに向けて国道4号沿いのね、某ドライブインに、宿泊したいと思います。じゃあ安全運転で行ってきます。はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。